オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。スペイン語にも日本語と同じようにたくさんの格言やことわざがあります。哲学的な意味を持つものから軽い意味のものまで様々ですが、こうした表現を知っておくとスペイン語の理解が深まり、自分の表現の幅が広がること間違いありません。ということで、スペインでの日々の生活の中でよく耳にすることわざを100種類厳選し、全100本の動画でご紹介しています。前回までにご紹介したことわざは説明欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。スペイン語のことわざシリーズ第78弾は、発した言葉と投げた石は元に戻らないです。Vamos a empezar。その1、このことわざの意味。Palabra y piedra suelta no tienen vuelta。発した言葉と投げた石は元に戻らない。一度投げてしまった石は元に戻らず、吐いてしまった暴言は取り消せないという意味です。日本語では、覆水盆に帰らずがおなじみのことわざです。一度起きたことは元に戻すことができないので、物事には慎重になりなさいという教えです。その2、このことわざの単語文法解説。Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. 発した言葉と投げた石は元に戻らない。Palabra, 女性名詞で言葉。Y, 接続詞で何々と。Piedra, これは女性名詞で石。Suelta, 形容詞で固定されていない、つまり投げられたという意味です。このスウェルタ、投げられたものは、ここでは、パラブラ、言葉と、ピエドラ、石の二つなのに、なぜスウェルタスと複数形にしていないのか、という疑問が残ります。私もここが引っかかったので、友人のスペイン人の言語学者に確認したところ、次のように解説してもらいました。文法的にはこのように単数形で、Palabra y piedra suelta が正しい言い方ですし、ここを複数形にした Palabra y piedra sueltas としても、もちろん文法的には正しいのですが、次の2つの理由から suelta と単数形にしているそうです。一つは、その後に続く vuelta と韻を踏んでいるため、複数形で sueltas とすると、文法的には正しくても、詩的にはあまり綺麗な響きではないこと。また二つ目には、この文では、palabra、言葉と、piedra、石を、同類のものではなく別の種類のものとして認識しているので、一つにまとめて形容していないというのが理由です。こうした理由から、palabra y piedra suelta は、Palabra suelta y piedra suelta のように、最初のパラブラの後にスウェルタが省略されていると考える方がスッキリします。なるほど、疑問が解決しました。の、これは否定の副詞です。tienen、動詞 tener、持つの三人称、複数形の活用です。の tienen で持たないという否定の意味になります。先ほどの形容詞 suelta は単数形でしたが、持たないの主語は、palabra、言葉と piedra、石の2つの事柄なので、たとえ種類が違うとしても、動詞は複数形にする必要があります。vuelta、女性名詞で回転、旋回、巡回などの意味がありますが、帰ること、元いた場所に戻ることも意味します。全体で、Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. 発した言葉と投げた石は元に戻らないとなります。その3、このことわざの発音練習。まずはゆっくり発音します。私の発音の後に皆さんが発音するスペースを設けますので、字幕を見ながら発音してみましょう。Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.
今度はもう少し早めに発音してみます。同じように私の後に続いて発音してみてください。Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.最後に字幕なしで発音してみましょう。Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.素晴らしいです。その4、このことわざと同じ意味の違った表現。Palabra de boca, piedra de onda。口から出る言葉は透析機の石と同じ。これも言葉は石と同じように相手を傷つけることがあるから気をつけなさいという教えです。スペイン語のことわざシリーズ第78弾。発した言葉と投げた石は元に戻らない。いかがだったでしょうか。このことわざが役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの文化やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただきベルのマークをオンにしていただくと新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.